皆さんこんにちは、こんばんは、いおり殿です。今日ね、僕のねお世話になってる方がねはるばる東京に来てくれてますので、何か撮影ができたらなと思って一緒に合流するんですけども、またその方がすんごいもういい意味で目立ってるんで、もう早速紹介したいと思います。大阪のかっちゃんです。こんにちは、こんばんは、皆さん、はい、大阪泉佐野のエスカラ、はい、さっちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ようこそ東京へ。はい、なんか目的って何の目的があって、ちょっとね、旧友の方と会うんですけどね、はい、そこでライブができるかもしれないっていうね、ライブやってる場所なんで、あー、なるほど。せっかくね、うん、普段なんかの俺が逆に東京から大阪に行って、うん、さっちゃんと一緒にライブさせてもらってとかとか、うん、あれ多いやんか、うん、だけど今回逆にこっちに来てくれてて、でなおかつ僕のこのホームみたいな感じなんですよ、歌舞伎町言うたら。この女装男子の僕とドラッグクイーンのさっちゃん、この新宿歌舞伎町を歩いて二人の存在感をアピールしていきたいと思います。はい、ゲーセンでなんかゲームとかすることある？ない。ゲーセン勤めとったけど。え、そう、そう。ほんま。普段あのゲーセンとかで、うん、なんか UFO キャッチャーとかあんまりそういうのとかすることないから、うん、これ負けた人なんか罰ゲーム欲しいっすよね。うん、なんか罰ゲーム的なね。罰ゲーム的な。うん。ほんならもし。うん。イオリが負けたらここの宝石買うてくれるから落としてようなえ、何本ぐらいすんねやろ。買うてもないんちゃう、100万出せば100万出せば。いや、なんかさっちゃん普通に言ってるから多分めっちゃ持ってるんかもしれんけど。持ってない持ってない持ってない、全然持ってないけど、持ってないから人にたかんねやなるほどな。もう違うわ、これ最後だ。いや、俺もやめとくわ、もう最後だ。お金ばっかなくなっちゃうぞ。いけそう。おぉ、あぁ、あれ、お最後も思ったのに。あかんかった。これは勝敗つかなかった。うん、勝敗つきませんでした。さっちゃん、今日俺ら の、 あの歌舞伎町を歩く目的、うん、重くそ達成したくない？達成した。これまだ皆さんに言えないんですけど、うん、これすっごいところの番組のインタビューされました。されました。これ使われたらいいのにね。いや、ほんまやで、ね、私は全国になるよ、あれ使われたら。ほんまや、コンビでデビューするかもしれんよでもな、今日の顔私あかんねんな、いまいち。いや、もうこのね、青いシャツ塗ったの今日初めて。あ、ほんま。ちょっと黒く見えるのな、真っ黒に見えるサングラスみたいに。でもそれ画面で見てるから、あ、でも結構黒い、黒い、暗めない、黒い、濃い青やから。あ、でもそういう時になんか来んねんな、うん、俺も衣装変えたらよかったって思う、うん、ほんま、ちょっとこの後悔せんなあ。もうちょっと可愛い顔に映りたかったな。いやいや、インパクトは見せたよ。まあまあ、インパクトは見せた、インパクトは見せた。なあ、うん、ディープインパクトや。ほんまや。なあ、あれ撮られへんかったクッション。撮られへんかったけど、ほんま腹立つなあれ、うん、いや、これ一発で撮ったで、思ったら。奇跡や、思ったな。なあ、でも別の奇跡が起こったよ、うん、もうテレビ放映だけを願うな。願おう。とにかくこの歌舞伎町で、うん、晒し上げたろう思ったやろ。そこやったもんな、うん、大阪行った時また同じように。今回は私がいおり殿のホームに来た。うん、ホームに来て、今度いおりが私のホームに来る。東から西へ道頓堀あたり攻めて行きましょう。うん、なんかあるかもしれん。なんかあるかもしれない。うん、その時は俺も派手に行くから。そう、もう手抜いたかんねん。手抜私もアイシャドウくらいの塗れへんわもうちょっとまあ今からカラオケだもんね。そう、カラオケやもんね。うん、うん、ちょっと歌いましょう。うん、
なんか変な感じの終わったごめんな。まあね、今日ほんまに寝てないやろうし、うん、多分朝仕事ですよね、さっちゃんも。そうめちゃめちゃハードスケジュールなんで、まあなんかこうやってね、長丁場にさせてしまって申し訳ないですけど。いやいや、でも楽しかった。いや、こちらこそ。ほんまにあの、また大阪行った時はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、で、その僕が行った時はまたこんな感じでなんかね、うん、一緒に道頓堀でも行って撮影しましょう。うん、そうね。はい。頑張りましょう。はい。じゃあそんな感じで、はい、今日は帰ります。はい。はい。お疲れ様でした。はい。ありがとうございました。ちょっと数分座っとこう。それでね、もうこんな髪ぐちゃぐちゃやし、まあなんか女装とも言われへんよね。メイクも落ちて。あ、今人待ってます。あ、そう。はい。これからどっか行くんですか。あ、そんなコスチュームで帰る。え？多分もうすぐ友達が来ると思うね。はい。全然違うな。コロナになってたもん、全く違う。あ、本当ですか。先輩に連れる人も来てたから、もう全然行く予定が。じゃあそろそろ僕またってあの近くにいるんで行きます。じゃあありがとうございます。いい、行きますね。はい。ちょっと怖かった。あーなー、ドキドキしたよね。もう普通に純粋にあの撮影をね、僕の撮影をし忘れてたっていうね。はい。あのさっちゃんの検証だけやって自分の撮影を完全に忘れてたんですよ。どうしようどうしよう思って、もうみんな解散した後やから俺一人で撮るしかないじゃないですか。僕の横からチャリングね、なんかキーって来ていや怖いっすよね、やっぱね、突然止まられたら。なんか声かけてほしいなっていう、なんかちょっとささやかな望みもあったけど、3分ぐらい経ったらもう帰ろうって思ってたんですよ。そしたら怖かったよ、怖かったよ。女の子じゃなくても怖いんだよ。もうさすがに声かけてくる人いないでしょ。この子、あ、いいね。ありがとうございます。かっこいいじゃん。あ、本当にかっこいいか。いやいや、もうあれ、あ、帰ります今から。ゆっくり休んでください。いい人。いや、ちょっとね、もう一声ちょっと欲しかった。かっこいいじゃないね。もうずっともう女装男子に見えへんってことや。もうえ、もう走る。あ、俺早く帰らなあかん。僕の財布の中に結構大きな額入ってるからちょっと危ないんですよ。とにかく安全に帰りたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。バイバーイ。